五条新宮道路は、和歌山県新宮市から、奈良県五条市を南北に結ぶ、延長約130キロメートルの地域高、規格道路である。1994年12月16日、計画路線に指定された。五条新宮道路は、近畿自動車道規制線及び、京奈和自動車道と一体となって、紀伊半島の骨格を形成する、地域高規格道路との位置づけがなされている。 国道168号は、五条市南部の旧西吉野村、旧大東村地域や、戸塚川村、田辺市東部の旧元宮町にとっては南北を、従管する唯一の幹線道路であり、救急医療が必要な時や大規模災害時の緊急輸送道路としての役割も担っている。奈良県南部や和歌山県南部の熊野川に沿った、急旬な山地を南北に縦断するため、 現在に至るまで国道168号原道の道路状況は脆弱であり、自然災害等による土砂崩れ地滑り、水害などで幾度も道路寸断、路面崩壊の被害に遭っており、一度交通が寸断されてしまうと外部から孤立してしまったり、大きく迂回せざるを得ず、沿道地域の生活や経済に大きな影響を及ぼしてきた。こうした、 通行困難を解消して災害に強い信頼性の高い交通路を確保するとともに、紀伊半島の沿岸部、内陸部の交流の促進、五条、吉野地域の活性化及び観光、林業の振興支援を目的として計画、建設されている。なお、本校では、いわゆる地域高規格道路名目で事業化された区間以外の主な 原動改良事業区間についても記載する。古志道路は、和歌山県新宮市五新から同市愛賀に至る、国道168号バイパスである。新古志寺トンネル及び、南日野木江橋を含む。東道路は、和歌山県新宮市熊野川町田町から同市熊野川町東に至る、国道168号及び、国道六十九号線バイパスである。 同区間の言動は異常気象時における事前通行規制区間であるほか、神丸交差点付近の道路線形不良や三つの橋前後の大型車の離合ができない境愛区間があることなどから改良が起とされ、1994年に路線指定、2006年から事業開始された。このうち2009年に事業開始された多トンネルを含む681メートルの区間に、 ついては2012年4月24日から下り車線のみ、同年5月18日から上り車線が共用開始。上下線で共用開始日が相違する理由として、原動に平成23年台風第12号の影響で通行規制がなされていた区間を含むことから、これを早期に解消するためとしているほか、原動との合流点における残行時があるためと報じられた。 2014年3月22日に残っていた三戸の高架橋の区間が開通し、午後5時より全線の供用を開始した。主な構築物熊野川本宮道路は、和歌山県新宮市熊野川町東式屋から、田辺市元宮町大津に至る、国道168号バイパスである。区間のほとんどが、東式屋トンネルと、に追止トンネルの2つのトンネルで構成される。 本宮道路は、和歌山県田辺市元宮町大表から同市土小屋に、至る国道168号バイパスである。2005年3月19日に、北側の一部区間、土小屋トンネル部分の約 1.0km が、暫定供与開始されており、同じく高規格道路である、戸塚道路の七色高架橋と接続している。ただし、土小屋トンネルの内壁コンクリートに、 複数の亀裂が見つかったため、2012年7月18日から通行止めとなった。2013年3月31日に南側の残りの区間が共用開始された。土小屋トンネルは奈良県側で入口付近の内壁を中心に補修工事が行われ、2014年12月1日付で通行止めが解除となった。主な構築物7色高架橋7色高架橋は、 奈良県吉野郡戸塚川村にて、事業中の国道168号バイパスである。五条シングル道路のうち、戸川道路の一部として計画され、事業区間としては、七色航空とも言う。奈良県五条土木事務所管轄の補助事業区間であり、起点で本宮道路と接続する。日本最大規模の山岳部連続高架橋であり、 現時点の全長約 1.7km のほとんどが7つの連続した多形間連続 PC 箱下多橋からなる連続高架橋となっている。さらに、北へ延長できる構造となっており現状は7号橋終点で、現道部分に仮接続されている。五条寄りの3橋は2012年時点は未着工で、完成すると8長 2346m となる予定。 歴史、工事、編集、七色高架橋に並行する、切り立った山肌にしがみつくように曲がりくねって通る、旧道部分の歴史は、国道168号線としても、比較的、浅く、戸塚和村七色地区を含む、本宮町切畑戸塚和村、平屋間は最後まで開通が遅れていた区間で、1五十九年八月に、日のダムの工事を行うための資材搬入路として、 開通した。そのため、旧道としては、道幅が広く、当初から2車線道路として開通している。北る東南海、南海地震に備えた緊急輸送道路としての、側面を持つ、紀伊半島を縦断する高規格道路の早期、改良整備が叫ばれ、五条新宮道路のうち、1995年8月に、七色高架橋を含む十津川道路が、整備区間に指定された。 計画にあたって、1996年に、都津川道路景観検討委員会が設置され、自然との調和都市工事の自然環境への影響を最小限にとどめることを主眼に置き、さらに耐震機能、安全性などの検証が行われた。材料面では橋脚に高強度コンクリートを採用することにより、断面を縮小。思考面では、超大型移動子歩行を採用し、 斜面上に四方向の設置を避けることで、地形改変の規模を最小限とし、同時に建設コストの削減、耐震性向上を図った。橋脚市や島町は、谷部を避け、橋脚高さを低く、広報の連続性、士官割バランス、強し非バランスを考慮して、パターンを比較検討した結果、50メートルの投資間割案を基本とした。急斜面上での施行となるため、 橋本空間を活用した四歩行やケーブルクレーン等の設置が困難であり、資材搬入経路は原動を利用するしか方法がなく、資材や機材の規模が限定されるため、空中仮設可能な工法が検討され、1から3号橋、7号橋の施行は移動作業車を用いた片持ち張り出し仮設工法、4から6号橋の施行は、 当時の日本国内としては最大規模の大型移動支歩行仮設工法が採用された。2003年土土木学会関西支部技術賞、奨励賞、2005年土土木学会、田中賞を受賞。主要所言、編集2005年3月19日、部分供用を開始。戸塚和道路は奈良県吉野郡戸塚和村の国道168号のバイパス道路である。 講義としての戸津川道路は七色高架橋を含む戸津川村七色小原間の区間であるが、競技としては戸津川村役場付近から戸津川村中心部の約 6km の区間を指し、全区間が国土交通省の直轄事業区間である。該当区間の通行困難の解消を目的としており、2011年9月19日に、 とつ村大離立から道村大原の北側の区間が部分開通。残りのとつ村平屋から道村大離立の区間は2019年9月16日に開通した。整備前の国道原動は共愛区間が連続し、移動性や安全性に支障をきたしていたことから、それら諸問題を解決するために計画されたのが当該道路である。当初は、 道路幅員10.5メートルで計画されたが、コスト縮減等の観点から道8.5メートルに変更されている。主な構築物、河津道路は、奈良県吉野郡と塚村川村河津から道上の地に至る、国道168号バイパスである。2010年にマルセトンネル、高津小橋を含む南側約1キロメートルの共用を開始。高津小橋以北、 高津トンネル手前までの南側区間も同時期に拡幅等により整備されている。2015年に高津トンネルの共用を開始。高津トンネル以北の残り区間も2016年3月12日に開通した。戸塚川対岸の岩原トンネルと電長瀬橋、宇ぐ原バイパスは奈良県吉野郡戸塚川村朝日から道村町田に至る国道168号バイパスである。 1.8km の区間は、新朝日橋、田長瀬トンネル、田長瀬橋、岩原トンネルと昇級状況の3強2トンネルで締め、旧道に比べて約 600m 短縮されている。なお、旧道区間は平成23年台風第12号の影響による土砂崩れで複数箇所が路面崩壊した。長戸の道路は事業計画されている地域高規格道路であり、 奈良県吉野郡と塚川村町田で建設される予定の国道168号バイパスであるウグハラバイパスとウイバイパスの間の未整備区間について奈良県は平成23年台風第12号の影響による道路崩壊の復旧復興を国が直轄事業として実施することを要望していた2012年1月11日に 国土交通省の2012年度新規事業化、候補箇所の新規事業採択時評価手続きの対象の一つに上がったことが公表された。辻堂バイパスは、奈良県五条市大東町上から同市大東町、小城に至る国道168号バイパスである。大東町辻堂の集落内が急勾配かつ、共愛時であり、拡張が不可能であるため、集落付近を 対岸側へバイパスして改善することとなった。天の川を斜めにカーブしながら越える三景間連続エクストラドーズと橋、夢川大橋がメインの構築物であり2010年3月に佳橋工事がほぼ終了した。サルヤ水道をバイパスする新サルヤトンネルなどサルヤダム近辺の工事は2010年に開始された。2004年8月10日、 吉野郡大,大東村井地区の大東中小学校東側付近で大規模な地滑りが発生し国道168号は現場一帯の約 3.0km が普通となっていたが前日の井バイパスを延長する形で地滑り部分に新井橋が架けられて復旧2008年3月18日に辻道バイパスが部分開通した工事用桟橋を活用した 仮設橋一時的に迂回路となった市道の道平橋、県道高野辻道線の潜水橋、辻道集落内において台風12号の影響で発生した地滑りのため国道168号が寸断され2011年9月3日から通行止めとなったが道平地区を通る市道と夢川大橋の北側を接続する長さ168メートルの仮設道路を設置し 9月22日から緊急車両の通行が開始され、10月末からは大型車以外の一般車両の通行も可能となった。しかし、仮設道路と接続する指導が急勾配かつ、境愛地であり大型車が通行困難であったことから、バイパス工事用三橋を活用して仮設橋を設置したほか、夢川橋と辻道新橋間の仮設道路を付け替えたことにより、 2012年2月27日から大型車も通行できるようになった。2015年1月に辻堂集落内の旧道復旧工事が完了して通行を止め解除となった。同時に夢か大橋が通行止めとなり仮設橋だった付近のバイパス工事が開始された。2018年3月18日に辻堂バイパスが全線開通した。主な構築物。 編集新植橋、編集新植橋2004年8月に発生した大規模地ソべり跡の斜面上に架橋された。主要諸源夢川大橋、編集五条市大東町辻堂、道平地区の夢川大橋夢川大橋は、奈良県五条市大東町辻堂、道平地内にかかる PC3 景間連続エクストラドーズド箱下多橋と PC2 景間連続箱下多橋から構成される。 道路橋。大東町辻道集落内の急勾配かつ、境外部分をバイパスするために架橋された。新宮側の辻道集落の手前から、左方向へ円弧を描くように架橋され、天の川対岸の道平地内に至る。2012年現在、道平地区内の夢か大橋への取り付け道路は工事、発注しておらず、前述の仮設道路にて仮供用されている。 元橋を計画するにあたり、大東区間警官検討委員会が設置され、天の川を渡過するランドマークとするべく、自然との調和都市工事の自然環境への影響を最小限にとどめることを主眼に置き、さらに耐震機能、安全性などの検証が行われた。2007年3月に架橋工事を開始。最初に P4 主都を設置し、主都から伸びた。 謝罪で吊り下げた橋桁を両側へ均等に伸ばして、設置する矢印塀工法により加強された。2010年3月に主要工事が完成。2010年度、プレストレストコンクリート技術協会作品賞を受賞。エクストラドーズド箱桁べ胸部分は、P4 主脚を中心に中央部両側12メートルと、その外側の謝罪張り出し長が98.5メートルずつで、 P2P3 景観桁を合わせた橋長が290メートルで日本国内のエクストラドーズド橋としては有数の規模。橋桁そのものの線形が曲線のため首都の謝罪固定部分は Y 字型に開いて建築限界を確保する構造となっている。主要所言新サルヤトンネル、編集現道のサルヤトンネルをバイパスする全長850メートルのトンネル。 改良済み及び改良予定区間で、高規格道路区間であるものの、いわゆる地域高規格道路名目ではなく、原動改良事業である。旧道の拡幅を行う区間とバイパスを建設する区間がある。戸塚川村小原の町役場付近から道村の尻の電源開発の導水管がまたぐ部分のやや手前までの国道168号改良区間。南から 当選寺温泉街をバイパスする区間、湯の原小井の原動拡幅部分、池穴、山崎集落付近の戸塚川に沿って蛇行する部分を、短絡する区間、山崎トンネル出口の辞理の原動拡幅部分で、構成される。上野地バイパスは、奈良県吉野郡戸塚川村上野地を通る、国道168号バイパスである。上野地集落中心部の真下を、上野地トンネルで抜けるバイパスで、 1998年11月26日に開通。観光名所の一つである谷瀬の吊り橋のある上野地集落をバイパスしているため、バイパス開通後も、旧道の交通量は多い。旭口道路は、奈良県吉野郡十川村上野地から、道村旭に至る国道168号一般企画改良区間で、ある。宇ぐ原バイパスの南に接続する0点を キロメートルの区間で、原道を拡幅、線形改良して整備された。バイパスのウィーオー橋旧道のウィー京、ウィバイパスは、戸塚川村潮鶴から五条市大東町に至る国道168号バイパスである。1998年6月に全区間の共用を開始。旧大東村ウィ地内の原道が、京愛地であるため、集落よりも、 やや標高の高い部分をトンネルと橋でバイパスしている。縄文トンネル、ウイ大橋、ふれあいトンネルなどで構成される。2014年時点で奈良県内に夏季の主な未改良区間がある。和歌山県内は2014年3月22日の日足道路全面開通により、県内の境外部分が解消し、ほぼ全線が改良済みとなった。とつ道路と 七色航空の間の未改良区間、約5 6キロメートル2020年度に新規事業化された。原道は、戸塚村平屋の戸塚温泉街を通り抜ける。道幅は、ある程度確保されているものの線形不良で、急斜面に張り付くように設置されているため土砂崩れの被害が頻発している。2014年1月4日の土砂崩れで、街頭部分が通行止めとなった。 五条新宮道路の風や川津航空及び宇ぐ原航空の延長を契約 6.7km について2013年4月16日に国土交通省から平成25年度の新規事業化候補箇所として新規事業採択時評価の手続きに着手することが公表された。平成26年度新規事業化された。 該当区間はすでに一部区間が、河津道路及び、上野地バイパスとして、共用済みであるが、その前後の区間が未改良区間として残っている。線形の悪い区間であり、発表資料の地図では風や河津工区では風や地区を、 北へ大きく迂回するよう描かれている。また、うぐはら港は前日の改良区間もバイパスする。五条シングル道路のうち、五条市大東町坂本大東町小城の未改良で残る、現道、約2 1トルの区間。坂本から、新宮方面、小城下トンネルの手前にかけて、境外線形不良となっている。平成26年度に新規事業化された。 新天辻トンネル前後、坂本橋の右岸付近から胸側の橋付近までの急勾配、急カーブが続く原動約1 1 4トルの区間。新天辻トンネルが境愛となっており大型車のすれ違いが困難。トンネルの前後は、福音は確保されているものの前後の標高差が大きく、急勾配、急カーブが続く区間であり、 積雪や降雨による通行規制がたびたび起こっている。平成29年度末に新規事業採択された。ありがとうございます。